どうも、マラチです。このチャンネルは車に関する、特に、研磨に関する情報をアップするチャンネルになっております。どうぞ、本日もよろしくお願いいたします。ということで、早速見えておりますが、本日のお車、クラウンなんですけども、これ、見る人が見たらわかりますよね。かなりの年代物の,のお車でございます。まあ、お客様がね、ナンバー出してもいいということでしたので、冒頭出ておりましたが、今回は見どころ、たくさんあると思いますよ。 ねパールの車、古くてね。まあ、どのくらい綺麗になるのかなうん、どうなのかなと。そんなにね、見違えることないんじゃないかななんて思う方、多いかもしれないんですが、ご期待くださいませ。はい、ただいま、塗膜厚計測っておりますが、ね、この時代の車、だからでしょうかね、かなり分厚いんですよ、塗装膜厚が。もうこれ、ゴリゴリいけますよ、ということなんですが、まず、プロバイドさんの A06 を使って、どのくらい反応があるのか確認しております。 オーナー様がですね、お手入れしっかりされている方ですので、ほとんどスケールついておりませんでした。ということで、研磨に参ります。使用するコンパウンドが、魔剣さんの HP バランスですね。こちら、水性ですので、隠蔽も少ないですし、私は最近使いやすくてよく使ってますね。番手が3つに分かれております。初期研磨、中研磨、最終研磨用とありますので、それに合わせて、まあダブルでも、ギアでもシングルでも使えるというコンパウンドですので、 バフがアンサーさんのメープルバフを使用しております。ポリッシャーがダブルアクションのルペスマーク3を使用しております。先ほど機械で目安ですけどね、見ていただいてわかるかと思います。塗装幕スかなり厚くありましたので、まあ、ゴルゴルといけるわけなんですけども、冒頭にこの水回り終わった段階でのボディ状態見ていただきましたが、やっぱりね、 かなり千傷等々はどうしても出てきますよね。パールとはいえですね、近づいてライトを使ってみると、かなりくすんで見える状態だったんですね。そして今研磨していますが、バフがバレットさんのハニカムバフに、HP バランスの真ん中の69というコンパウンドを使用しております。一言で言うとですね、今回非常に磨きやすかったです。まあ、ボディのこのデザイン性もそうですけどもね、 ほら、見てわかります今2回入れたところで、もうこのぐらい変わってるんですよと、指さしているところを磨いたところですね。で、何もやってないと、これだけギザギザな状態なわけですよ。今回、コーティングご用命いただいておりますので、下地をしっかりと作りましょうということで。念のため、これ、メンツルナの400という初期研磨用のコンパウンドも使用しています。ちょっとね、どのくらい変化があるのかなということで、まあ、これでいいかなというマッチングもあるんですけども、念のため、他の 番手他のコンンパウンドバフとも組み合わせをを何通りりかした後に作業を決めております少し、この車、ご説明させていただくと、平成9年車ということですので、もう25歳ですね。で、オーナー様が27歳なんですよ。いやーもうなんかね、年が近い車、まあ私から見たらすごい古い車なんですけど、オーナー様から見ても、もう本当生まれてすぐの出た車を乗ってるわけじゃないですか。 なんか感慨深いと言いますか、よく街中でも声かけられるみたいですよ、年配の方とかに。お,お兄ちゃん渋谷の乗ってんね、懐かしいね、なんて言われてるみたいなんですけども、実はですね、もう当店に3回、4回ほども来ていただいてまして、もうね、じゃ近いっすよ、いつでも行けますよ、なんて言ってくれて、インスタライブとかもね、よくあの参加していただいて、本当によくしていただいているお客様なんですけども、まあ,あ、YouTube がね、きっかけではございますけども、本当にありがたい限りでございます。 はい。そして、ヘッドライトも磨き、いつもの通り入れるんですけども、これ実は、ガラスなんですよね。まあ、この当時なのか、これだからなのか、ちょっと定かじゃないんですけども、ええー、って感じでしたね。あれ、触ってみて、磨いてみて、あれって、万が一ね、割るようなことがあるならば、これ、変え、探せも大変ですよね。まあ、どのパーツもそうなんですけども、慎重に慎重に行いますよね。ただね、保存状態がね、 かなり良かったみたいでして、うちの方か何かの譲り受けたみたいなんですけども、そのね、譲り受けた車を丁寧に、そして綺麗にそのまま乗っていってくれるというね、うん、素晴らしいですよね。今ね、新しい車とかいろいろ出てますけども、こういったお車もね、うん、中もそうなんですけども、ほとんど変えることなく、ホイールだけね、少し変えてらっしゃるんですけども、 その状態で乗られているっていうのはなんかね、懐かしさもあって、その登場を思い出せせるようなね、お車なんじゃないかなと思います。はい。こちらはフェンダーを磨いております。ちょっとパールということもあってね、少しチラチラと画面しております。申し訳ないです。えー、これわざとですね、5インチのものを使ってます。バンパーであったりとか、少しデコボコしている部分は3インチのポリッシャー、先ほど使っておりましたけども、どのくらい変わるのかなということで定点で見ていただいてます。 はい、こちら、給油口の周りですけども、まあ、古くなったグリスっていうんですかね、シミがだいぶついておりまして、オーナー様ここも気になされていたので、TJ 君が細かい処理得意ですので、作業しております。今回のようなパールの車、なかなか傷や汚れ、シミが見えにくいと言いますか、お手入れがね、そんなにこう難しくないという印象あると思うんですけども、磨きに関してはどうかなんですが、やはりね、 磨き村が見えにくいと言いますか、磨き残しだったりとかっていうのが発生しやすいお車だと思います。まあ、見えにくいゆえにということですかね。こう磨いてても、ちょこっと例えば磨き残しと言いますか、あまりここ、傷が取れていないなという場所があったとしても、ちょっと1メートル離れてしまったら見えなくなってしまったりするんですよね。その代わり、しっかりと磨き上げると、この本来のパールの輝きっていうんですか、というものが、 ほんと光を集めて光ってくれますので、すごくね、僕はこのパールを綺麗に手入れされたり、まあ、コーティングもそうですけども、一度シャキッとされておくとね、映えるお車なんじゃないかなと思います。まあ、初期研磨をがっつりと行くことができましたので、その分、なんて言うんですかね、平坦にと言いますか、傷、シミを一気にいい剥ぎ取ることができて、その後2周目、3周目って入れることができましたので、まあかなり、 いい塩梅になったんじゃないかなと、自が持参なんですけども。こちら、最終剣はですね、バレットさんのハニカムバフのイエローを使用しております。このイエローを使う場合とですね、マディテイリングさんの手裏剣を使う場合と、私大体2パターンですね、で剣も行っています。ほら、見てくださいよ。まあ、自分で言うのもなんですけどね。光り輝いてましたでしょ <laughs> はい。そして意外と、このクラウン、セダン系で、 苦戦するのが細部処理なんですよね、うん、あのこれツートーンなんですけども横がねあのフロントグリルこうなってますこのメッキの部分ちょっと気をつけなきゃいけないですねあまり強いものをヘミカルを使ってしまうと錆びてきたりする場合もありますのではいそしてこのメッキモールの部分もそうですねだいぶ 見てわかりますよね。白くなってしまっています。ここは少しコンパウンドをね、ポリッシャーでやるというほど、ちょっと状態が、そこまでいいことではないのかな、と、やってみなきゃわからないよっていう状態でしたので、その場合はやはりテストじゃないですが、手磨きで、このようにウエスにメタル用のコンパウンドをつけて、ちょこちょことやっていきます。どうしてもね、このボディじゃない部分ですよね、は、すぐめくれてしまう可能性もありますからね。はい。このように、 ツヤは出るんですけど、それに隠れていた傷とかが見えてくるんですよ。でそこも少しコンパウンドで薄めにして、磨きの直しをしております。はい、このトヨタのマークですね。この細かいところ。これ最近ね、ダイソーで買ったんですよ。この小さい、あまり強くやると傷入りますから気をつけていただきたいんですけども。はい、こういうところもそうですね。まあね、なんせ3人がかりでやりましたので、かなりこの TJ 君細かいところまで気がついてくれました。 今回、パールのお車ですが、意外と見えにくいので、そこを気をつけなきゃいけないというポイントになりますよね。まあ、こちらね、今様々なものを使っておりますけども、使うものも大事ですけども、この見える環境といいますか、ライトをね、このおでこにつけたり、手持ちでライトを何回も確認したりということで、パールならではの、そのチェックの仕方も変わってくると思いますので、そこに気をつけられてね、研磨をされていくといいんじゃないかなと思います。研磨した時間は、今回は8時間ぐらい、 3周磨いてますね。そして、タイヤ。こちら、IGL のタイヤワックスを使用しております。ホイールもね、かっこいいんですよ。で、一時期ね、このオーナー様が、まあ、車車庫を下げようかとか、うん、タイヤインチアップしようかとか、いろいろ考えたんですけども、やっぱり、このままがいいでしょうということでね。そして、コーティング剤ですけども、こちら、CCI さんのものを使用しております。ゴールデンクルーザーというガラスコーティングになりますけど、 塗布してですね、えー、数分経つと白く受けかってくるんですよね。拭き取りのタイミングが非常に分かりやすいコーティングですし、表面効果の時間も短いためですね、このように日帰りで変えられるお客様には持ってこいのコーティング剤なんじゃないかなと思います。はい、コーティングを塗布した後もですね、このスポットライトの跳ね返り具合っていうんですか、ピントが合いました。はい、このように綺麗に浮き出て、 来ておりますよね。反射しております。この状態までは最低限持っていかないとな。というのが当社のね、やり方ではありますけども、ただね、この研磨というのは少なからずとも塗装膜圧をね、削っている行為ですので、そこをご理解の上見ていただきたいですね。一度外に出してチェックですが、いかがでしょうか最初の状態と比べて、ボディーがかなり光っておりますよね。もちろんコーティングのね、こともありますけども、 磨けるところはほぼ手を入れられるところはほぼ時間内にやったのかなといったところなんですがもう一日二日あればねもっと終えるんですけどもまあ時間のね都合もございますのでその代わりその上に神風コレクションさんの雷陣を塗布しております少し時間が余ったということもありますしやはりね何かしらトップコートではないですがその上にね犠牲被膜的なものもしくは美しさを より引き立たせるものをしていきたいなという私の思いもありまして、まあオーナー様にはこれをこう,こうこうしますよという説明をした後にですね、ワックスを塗布させていただきました。先ほど外に出してね、ぐるりと取っておりますけども、それとはまた違った雰囲気、姿、わかると思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。 いかがでしたでしょうかかなりね、変わったんじゃないですかうん。ね、自分で言うのもなんですけども、まあワックス特有のツヤもそうですし、本当このボディがね、引き立つ引き立つ。まあお客様にも言ったんですけど、昔はね、これ、いつかはクラウンなんていうね、キャッチコピーがあったんですけど、もうね、これぞクラウンと言ってもいいんじゃないかなっていう。 仕上がりになったと思います。まあ短い時間でね、できることは限られていたかもしれないんですけども、スタッフ総動員でできる範囲のこと、お客様のご要望に応えられるようにということで、全力で作業させていただきました。これね、間近で本当に実写を見ていただくとね、うわっこんだけ明らかに変わったっていうのがわかるんですが、伝わるかなぁ伝わってほしいんですよこのパールのお車でこれだけビフォーアフターが明確にわかるっていうのもなかなかないんじゃないでしょうかね。 最後ね、出港のところもね、ちょっとね、取ろうかということで。はい、ということでお帰りになられました。本日は、クラウンのコーティング一部始終をお伝えいたしました。このチャンネルがいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。